まあ、この通りはね、よくあの年末のニュースとか出るね、はい、このいろいろ刺身だりおせち料理を売ってるところの通りだ、ね、はい、よし、あれだな、あのこれだけ早歩きで雨横を歩いてるの俺たちぐらいだった通過みんなゆっくりって早く出たくてしょうがないみたいな何なんだこれ、もう人多すぎないか、多いですね、もう俺たちもその一員だけどさ、はいはい、多いよな、早く出ようぞ、はい、まあ、しかしこの、はい、今アメ横を抜けてきたわけだけど、はい、あんなダッシュで歩いてる二人組いないぞ万引きしたのかなって思われてるだよなみんなね、はい、まあ、買い物したり、はい、ね、あこんななるんだあんななるんだっつってね、はい、右見て左見て、はい、ゆっくり進んでんのに、はい、猛ダッシュで勝ちた、そうですね、一直線で多いよ人が、はい、まっすぐ取りたかったけどな、まあ、はい、アメ横はもうね高校生ぐらいから脱ぎ出して、はい、初めて革ジャン買ったのもアメ横でね、おー、うん、それはね、お金はね、はい、あれだよ、まあ、修学旅行、高校2年生の時あるじゃん、はいはい、で、まあ、親とかおばあちゃんとか親戚の方とか、まあ、小遣いとかね、いっぱいもらって、はい、行ってらっしゃいってなるじゃん、はい、まあ、もう革ジャン買おうって決めてたから、はいはい、革ジャン分はそれ取っといて、はいはいはい、ほんで修学旅行が帰ってきて、はい、で、すぐ上野来て買ってさ、はい、まあ、なんで、まあ、なんのね、変哲もないあれだったけど、はい、この吊る下がっててさ、母ちゃんが、うん、ああ、かっこいいなと思って、ね、それ買ったら思い出すね。はあ、うん、いくらぐらいしたんですか、母ちゃんは。いくらあったっけな今安いのも、あ、でも、まあ安いよ、はい、まあ、3万とかぐらいかな。ああ、でも学生だと結構大金ですね。高い、高校生で、うん、今ね、会社でも安いのとかもいっぱいあるしね、はいはい、うん、あれだけど、うん、結構長いこと切られたんですか、それ。うん、見えてよ、桜井にあげたんじゃねえかな、思うんだよ。あ、西麻布ヒルズの桜井さん、うん、そしたらお返しにっつって、あいつもっといいのくれたんだ。へ、もっといいのっていうか、誰のだか知りたいけど、はい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 、なんか酔っ払ってあげちゃう、大体酔っ払ってあげちゃうからさ、俺は。はいはい、なんか前も言ってましたね。前もそうだし、はい、なんか前の渋谷の桜井のところで飲んでる時に、はい、なんか桜井に多分あげたんじゃないかな。へ、まあ、いつもいい加減だから誰かにすぐあげちゃったろ。そうか、なんか。まあでも革ジャンはやっぱり男の特攻服だからな。うん、あ、うん、常にね。はい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 。あ、ね、ちょうどいいシーズンがねえんだよな。あ、別にそんな暖かくないしさ、はいはいはい、ほんと3月とか、はい、11月とか、はい、そんぐらいしかないよ。あ、うん、ちょうど今革ジャンのシーズンじゃないですか。今革ジャンのシーズン、はいはい、ここから4月の真ん中ぐらいまで、はい、まあ、革ジャンとこっていいの。革ジャンは一応持ってますけどね、うん、はい、あのザラで買った革ジャン。ああ、いや全然いいよ、はい、ね、やっぱね、あのショットとかルイスレザーとか、まあそういう高いね、欲しいのあるけど、はい、うん、今全然いろんなところからいいの出てんからね。あ、うん、いやザラはね、ほんと形がかっこいいんだよ、はい、あ、本当ですか。うん、あれいいんだよ。昔はもうね、例えばショットじゃないとダメとかあったけど、あ、ショットの革ジャンも今は持ってるけど、はい、あの前の相棒のイノちゃんから借りパクしたやつね。もう30年近く借りパクしてるよ。それももうすげえちっちゃいけど、あ、ライブの時とか来てる、たまにね、はい、来てるけど、あのバンドの、はいはいはい、のなんか、まあ、チラシ配りとかいっぱいいんじゃん、はい、あの美容師からこうやって、はい、お願いします、あ、どうぞーなんかって、はい、渡されそうになったんだけど、はい、同業者ですって言っちゃって。自分で来てますもんね。中継来てるから、同業者です。お疲れ様ですだって。分かんない
まあ、今日、ね、あの上野御徒町から上野駅の方行って、はい、で、まあ、今ちょっと戻ってきて今松坂屋の屋上にいるんですけど、ね、はいはい、ここね、まあ、俺もう下すぐ広小路邸だけど、はい、あの広小路邸の時よく俺ここ来んだよ、はい、ほら俺ほら待ち合わせ、はい、異様に早いか来ないかじゃん。あ、そうですね。で早く来た時はここでいつもこうやって、あ、前はタバコの吸えって言ってさ、ここ、はい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 、すごい良かったんだよ。今はまあタバコはもちろん吸えないけど、はいはいはい、はい、ここでねぼーっとして、はいはい、ライブ中止になんねえかなとか思いながら。ここはいいよ、全然ここ全然人いないんだよ。あ、そうですね。今見ないだろ全然。そうですね。はい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 。ここであの本番前よくいるよ。へえ。独演会の時の予約特典のサインボールもここで書いた。松尾と何個か松尾に書かして。はい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 。あれで書いた。そうなんですね。ここはじゃあ、うん、ゆまさんの秘密の場所というか、秘密の場所で、はあ、さっき革ジャンで思い出したけど、はい、まあ、お前に話したと思うけどさ、はい、あのバンドのさ全日本プロレス加工のユニフォーム革ジャンなんだけど、はい、始める時でみんなじゃあ革ジャンで行こうっつって、ベースの加藤ミリガンが革ジャン持ってなくてさ、はいはい、あ、そういうのあんまりよくわかんないから、はい、どこで買えばいいのかなみたいなのがあったらしくて、はい、ほんで本番にあいつ革ジャン着てきたらすごいテカテカな革ジャンなんだ、はい、これ以上光るかみたいな、はいはいはい、うん、でその革ジャンに俺顔近づけたら俺の顔が映ったからな。そんぐらいテカテカの革ジャンで、なん俺と野沢君とか、なんだよお前そのクソダセ革ジャンよっつって、はいはい、どこで買ったんだよっつったら、はい、SM ショップっつって、もうどこで買っていいか分かんなくて SM ショップ行っちゃったんだよ。うん、コスチュームみたいなやつですね、だから、ある意味お前が一番攻撃的だな、なんか。あ、確かに、うん、そうですね、うん、はあ、なるほどなるほど、何あったね。まあ今日はあのちょっとね、上野をちょっと歩いてみて、うん、まあ、ちょこちょこやっぱりこう街中にこうパンダがやっぱ溢れてますよね。パンダ多かったな、やっぱりね、うん、なんかでもパンダってなんか、まあ、日本と中国のね外交というかつながる、なんかあれなんですよね、うん、今回あの僕らと視聴者をつなぐコメントが入ってるんですけど、うるせえよお前。俺さ、え、いいじゃねえかよ。やるなおい。コメントに今日もちょっとお返事できたらなと思うんですけど。あ、そっか、はい、分かった、はい、あっち側行くか、ちょっともしかしたら風が入るかもしれないな。あ、ちょっと移動しますか。あ、雨降ってきたじゃん。そう、緊急で屋根のあるところ、屋根のあるところだよ、はい、あ、そしたらそのコメントが、ね、うん、来ておりまして、うん、コメント、はい、おいよ、みなさん本当どうもありがとうございますね。よろしいですか、ね、はい、どうぞ。あの、まあ、これ新宿の回ですかね、新宿の多分最終回から来てるんですけど、はいはい、うん、あの、質問ですかね、石川佳代さん、うん、今日も楽しい会話の散歩をありがとう。あ、どうも。堀島さんのこれは無鉄砲だなと思うことがあったら教えてください。次回の散歩も楽しみにしてます。無鉄砲、はい、なんか折島さんについて聞きたい。ああ、なんか折島一平情報なんかくれと、うん、はい、まあ、一平ちゃんはね、あの通り、話はうまいし面白いし、あといろんなことに詳しいし、はい、で俺もいろいろなんか聞くこともあるんだけどさ、はい、例えば映画とかもね、そのチャンネルでもやってるしさ、はいはい、いろいろ詳しいじゃん、はい、だから一回あの一平ちゃんにこの映画どういうのって聞いたら、はい、2時間の映画を4時間かけて説明してくれてる。映画より面白かったすごいですね。映画より面白かった。映画よりどこが足されてたんだっていうぐらい前の長さでしょ。すごいよ。カナダさんね、いつもありがとう。あ、はい、カナダにいんの？いるみたいですよ。あ、本当？はい。カナダからの手紙です、これ。オッケー。高砂ゴールデンさん。え？高砂ゴールデンさんという方ですね。高砂ゴールデン。はい、これ初めての方かもしれない。こんにちは。じゃあ、今回も楽しい散歩ありがとうございました。いいえ。シャワーより西日を浴びたい。名言いただきました。センチュリーハイアットの部屋が西日がよく当たるのでおすすめです。とのことですね。行った、あの新宿の多分プーク人形劇場の、ああ、手前な、手前の、あああの西部屋良かったな、はいはい、やっぱあれだな、いや今度あの
あの名言ライブも、ユン散歩ライブの時、はい、名言もせこんなこんな野暮なことは本当はやりたくないよ。はい、それ説明も石坂必要だから、はいはい、それを説明するっていうのかな、はい、野暮なこともやろう。はい、うん、お前もちょっと、はい、あのメモしとけよ。ああ、そうですね。はい、うん、ほら自分で言うのやし、こんなの俺自分で用意してたら一番みっともねえだろお前。はいはい、うん、ちょっとそのまとめ上げて、うん、はい、お前見落としなよお前。わかりました。うん、最後そのライブの物販でその冊子を売る、物販する。何を？あの名言集を。ユンバンド名言集を物販しますか。うん、だからあれで名言集っていうか、はい、あの落語家みたいに、あの男子賞みたいにその一個色紙で書いてこうやって売れる。はい、あ、なるほど。一個ずつ。あ、それもいいですね。今回も KO さんが、俺のこと大好きな KO さん。そうですね。はい、ユンボ安藤の子分になりたい。え、もうどうせ俺をからかってんだろ。いや、子分になりたい。毎回コメントいただいてます。あ、ありがとうございます。コメント多分一番乗りでいつもいただいてますね。あ、本当。はい、あ、いいね。あ、じゃあ共通点、俺との共通点は時間があるってことだな。もう全然いいですよ。はい、はい、今多分それに対抗してなのか、はい、斉藤真由美さんという方がですね、斉藤さん、はい、斉藤さん、はい、ユンボ安藤の女になりたいっていうのを聞きますね。いいんだけど。まずいいんですか。え、まず大丈夫なんですか。うん、名乗っていいからね。あ、私は私ユンボの女だからとどう思われんか知んねえけど、はいはいはい、うん、名乗ってていいよ。あ、本当ですか。うん、そうなんですね。うん、これね、あのいいコメントもある。はい、では水道橋の回もコメントいろいろいただいてまして、はい、うん、山塚愛花たらしさん。何、山塚愛、名前はちゃんと読めよ。はい、うん、山塚愛花たらしさん。ろくでもねえ名前だなおい。はい、なんかこうちょっと難しいんですけど、はい、うん、で、これ王さんの時ですかね。うん、王さん、まあ王さんの時なんか別にねえからだ。そうか、はい、王さん、あ、はい、水戸橋な、水戸橋、はい、はい、その王さんに質問があったじゃないですか。今の野球選手と比べて活躍できますかみたいな。はい、で王さんと同じ質問を、うん、野村克也氏は、うん、レベルが違いすぎてとてもかなわない、うん、謙遜じゃないよ、うん、でもそれが誇らしい、うん、俺はプロ野球の技術レベルの向上に貢献してきたんだと答えたことも野球ファンの間では有名ですね。そうだね、うん、本当こういうのはそのだって王さん、ノームさんなんかだったら、はい、ホームラン記録の1位、2位だからな、はいはいはい、その2人がやっぱりこういうね、はいはいはい、気持ち、姿勢を持ってると本当に素晴らしいよね。うん、でもノームさん好きなのがさ、はい、だから、まあ、王さん、長嶋さん、まあ、ジャイアンツでスーパースターであれだったじゃん、はい、でノームさんは当時ね、あの人気のない南海、パリーグでしかも南海でさ、はい、でも記録は同じようにすげえことやってたんじゃん、はいはいはい、だからもう王さんが大観衆のスタンドでホームランを何発も何発も打ち込んでる時に、はい、ノムさん無人のスタンドにホームラン打ち続けた。ユン散歩じゃねえかお前それ。え、無人のスタンドに、もう無人の視聴者に向けてお前ホームラン打ちまくるぞ。いやちょっとコメントもいただいてますから、ちゃんと無人ってことはないですけど、ノムさんだって何人かいたと思うよ。いやでも打ち続けなきゃいけないからな。はいはいはい、はい、うん、なるほど、そうです。あ、野球好きなんでね、それもある、ね、あるね、はい、その意見ね、はいはいはい、知ってますよ。あ、かっこいいですノムさん、うん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 、それに対して KO さんが、うん、ユンボ安藤は国臭いの王貞治っていう、もうからかってんだろ。もう意味あかんねえもんな。ありがとうございます。うん、あ、これあれですね、アスカフライングバードさんから。フライングバード、はい、フライングバード、はい、多分テスラの話ですかね。テスラ、ニコラテスラ、はい、名古屋市科学館、テスラコイルの放電実験が間近で見られますよということです。名古屋、はい、見たいね、はい、だからさ、このユン散歩さ、はい、
あのだからあの科学技術館とかさ、九段下のさ、はい、T シャツラブサミットやってるのが、はい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 、うん、あとお台場の科学未来館とかさ、はいはい、まあ、そういうとこも行ってみたけどな、あ、まあ中取れるか分かんないからね、はいはいはい、ほんで俺が持ってる知識だけで全部お前に科学説明してるよすっかすかなんだろうな誰からも聞かれたくないよな、周りの人に、はいはいはい、あの人間違ってる、そうですね、うん、まあな、科学はやっぱ憧れもあるし、うん、だけど、まあ外に行きたいな、はいはいはい、美術館とかな、あ、そうですね、昔ゴッホ見に行った時さ、六本木の美術館に、はい、ゴッホを見に行って、まあ、それもこうやって見ててさ、ある絵を、はい、あ、やっぱゴッホがいいな、なんか俺言ってたら、はい、横にいたおばさんが、はい、モネですって言ったなんかゴッホと同じ時代に生きた人たちの作品も何個か展示されたって、はいはいはい、モネの作品だって、全然分かってなかったですね、恥かかせなかった、全然分かってねモネですよみたいなまあでも美術、俺はその詳しくないけどさ、はい、ああいうのってやっぱ言ったもん勝ちみたいなのあるからな、あ、うん、じゃなかったらさ、よくあの死んだから売れるとかあるけど、はい、嘘つけえと思うもんな、あ、うん、本当に統一した価値観とか、はい、目利きがあるなら売れてるはずだしさ、だからこうなん、まあ、ゴッホはすごいんだけど、その、はい、先に誰かがこんなこと言っちゃう、解釈の勝ち抜き理屈合戦みたいなところがあるからな、ああいう、どう誰かが言うかみたいなね、はい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 、まあだから別に何を言ってもいいというかさ、はいはい、まあお笑いもそうだけどさ、はい、例えばあの 100m 競走だったらどう考えても一番タイムが速いやつが偉いわけで、はいはい、あの走り方が良かったからあいつがすごいなんかないじゃん、そうですね、うん、だからその美術とかエンタメはね、だから面白いというか、うん、はいはいはい、平等というかね、逆、はいはい、まあ、残酷とも言えるけどね、うん、まあ、それが面白いんだよ、うん、別に生きていけどな、はい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 、だから何言ってもいいというかさ、その美術とかに関しては、はいはいはい、ただ、はい、モネの作品をゴッホって言ったら笑われるからな気をつけろあ、でもそのね、はい、テスラの名古屋なんだ。名古屋の、はい、名古屋市から、ありがとうございます。はい、ね、柏太郎さん。柏太郎？はい。いろんな太郎いるな。はい。うん、ユンボさんの野球の現役時代のポジションはどこですか。うん、4番ピッチャーです。ピッチャー4番ですか。うん、ライト8番ですか、うん。それともベンチスコアラーですか。ちゃんとお前三段落ちになってんじゃん。はい、まあ、基本的には内野手が多かったね、サードが多かった、あ、うん、一番長いのはサードだね、まあ、小学校からやって、はいはいはい、考えると、はいはい、うん、4番サード安藤君だよ、はー、出た、はぁ、はぁー、お前お前がお前の興味ない時の相槌、違います、ね、はぁそんなことね、まあ、内野が好きだったね、やっぱり、あ、はぁ、まあ、やっぱ原さんが好きだったからね、はいはい、でも自分で4番サードになれるわけじゃないからな、嬉しかったな、ああ、そうですね、小学校の時ね、監督がやるんですね、サード守るって言われた時は、うんうんうん、うん、そうだよ、何がスコアラーだよスコアラーって大体さ、中学の時補欠がやるんだよ、はいはい、補欠でちょっと頭いいやつが、あ、うん、だから意外とね、野球ずっと高校ぐらいまでやっててもスコアかけないやついっぱいいるよね、あ、うん、だからスコア、はいはい、ちゃんとそういう補欠経験がないと、あの試合出ねえやつが大体やってたからね、はい、はいはいはい、はい、うん、そんな感じなんですね、スコアもね、あれね、早稲田式慶応式っていうのがね、書き方が、あ、そうなんですか、うん、へえ、まあいろんなね、スコアの付け方、あ、そうなんですね、うん、あとガストさん、ガストさん、ガストさん、はい、ユンボさんの初めての吉野家という話題が出ましたので、ああ、ユンボさんのさまざまな初めての思い出シリーズのユン散歩が見たいです、うん、でもお前ソープランド行くわけにはいかないじゃない初めてのソープランド、初めてのソープランドだから、ね、まあ初めてのシリーズないいかもな、はい、ああっていうのもまあいただいてると、うん、まあまあ、だからこ、はい、なんか行った時に行くなんか初めてのにまつわるものがあったりしたらさ、はい、そこだけ取っといて初めて特集の回とかあってもいいじゃん、ああ、はい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 、はい、うん、いいですね、うん、確かにいいですね、うん、
トリーラ族さん、うん、ひろたちゃんやっぱ前髪下ろしたらかっこいいわよって聞かれたんですよ。鳥、はい、鳥がこれあの前にもなんかコメントいただいて、うん、前髪下ろした方がいいって、うん、それでね僕今日も前髪下ろして下ろしてるよね、はい、お前トリラ族に好かれたってしょうがねえぞ、はい、お前、うん、ちゃんと視聴者のそういう貴重な意見を、まあ、な取り入れる番組ですから、うんうん、はい、トリラ族は今、まあ、この背景ポッドキャストのね、はい、背景関東平野の常連、うん、常連 の, あのメール職人なんだけど、はいはい、今あとあれもやってんだよ、あの背景関東平野で、はい、あのたかし CIA やってんだよ。今たかし出れないから、はい、あのこんなとこでたかしを見ましたっていうメールを送ってるとあれ面白いよトリラ族ね、はい、でトリラさんがリクエストであの大塚から地蔵通りから、巣鴨もお願いします。あ、まあその辺は行こう、そのうち、はい、うん、こちら、H 中村さんからなんですけども、うん、いつも違うコートで 撮影されてますが、うん、ユンボさんはコートを何着持っているのですか。あのもう寒いから、はい、投げ方がいいんだよな、もう年取って、はい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 、でもねコートが一番似合うの誰だか知ってる。誰ですか。小敷だよ小敷ほんとかっこいいよ今日もいたけど、はいはいはい、先輩方が、うん、今日のだってスプリングコートじゃないからな、あれ冬のをさ、はい、もう着まくって、はいはいはい、すげえかっこいいよ。はあ、そうっすね、はあ、はい、ってなわけかいう感じですかね。 OK、 まあ今日はね、はい、上野周辺ありましたけど、はい、ありがとうございます。ちょっと雨降ってきてね、はい、参っちゃったね。まあいいや、まだね、いろいろやっていきますんで、はい、皆さんよろしくお願いします。あ、国草の方もね、ライブの方もぜひ見に来ていただければと思います、はい、基本的に毎月29日やってますんで、はい、どうぞよろしく、よろしくお願いします、はい、やな、ありがとうございました。さっきは雨なんで気をつけてお帰りください。まあ雨なんか俺全部スウェーで避けるわ。うわすごい、おいすごい、ほんでたまにこうハメド誰だよ、なじむハメド。ありました。こういうこれさ、これちょっと見、はい、撮って、このステージ前、後楽園の時も言ったけどさ、はい、こういうステージな、こういうところね、まあ、営業とかね、はい、やっぱり復活すればいいけどな、うん、ああ懐かしいこういうところで、はい、うん、もう本当、今思うとさ、もう営業とか少なくなってさ、はい、今思うとだよ、ほんとなんであの時手抜いたのかなとか思うよね今もうほんと楽しくしようやからね、なんかいろいろな、ライブ一つにしろ、はい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 、もうなんで俺手抜いたんだろうとかやる気がないってわけじゃないんだよ、はい、もう好きだからやってんだけど、はい、手とか抜いちゃうじゃん、はい、酔っ払って現れたりいいわけないんだから、もう毎回最後のステージだと思っていかなきゃ、はいはい、いつ死ぬかわかんないですからね、うん、だって俺昔さ、日曜日なんか必ずパチンコ屋の営業があったんだ、西口の、はいはい、なんか1年契約なんかもう毎週あってさ、はい、まあどこどこ集合みたいな車で行くんだけど、はい、もうひどい時なんかね、もう朝間に合わねえから、まあ朝早く起きるからさ、はい、例えば集合場所中野駅なら中野駅サンプラザ前とかにいて、はい、もう飲んでんじゃん前の日、はい、だからもうずっと朝まで飲んで、はい、そこで寝てたもん、あの拾ってくれんとパチッさっきの前乗りの探してくれんの待ってたんだよ、探してもらえなかったらもう置いてかれてた。ほんで大体11時ぐらいがワンステ目だからさ、はいはい、声なんか何も出ねえ、ずいぶんあの子おとなしいなみたいなOK センキューセンキュー東京ゼビウス、おー来た、ありました、毎回これで終わらせんから、はい。